やられたらムカつく、謝罪の仕方します、うん、本当にすみませんでした。どうですか。いや 見えてない。え、見えてない。あ、そうか、まあまあ、ちょっと謝るんで、俺にすげえ怒ってるっていう、うん、もう俺にすげえムカついてるって言ってる人も見てます、うん、俺が本気で謝ってる感じで、うん、遅刻とかして、まだいいわけ。え、こうなるな。文句出ないですね。あ、で俺の言った通りなんですね。はい。ティーパークカープの皆さん、こんにちは、ですけどモデルです。妖怪また開きです。うん、今日はね、コムロック。コムロック。コムロックって知ってる？コムロ兄貴のやつですね。兄貴って知り合いか。コムロ兄貴のやつですね。コムロポージ。コムロポージ。違う。はい。そっちじゃない。違うんですか。そっちがコムロックじゃん。そっちがコムロックじゃない。あ、そうか、そうなんだ。そう、コムロ哲也がロック作ったからってコムロックじゃないんだ。あ、違うんですか。違う、コムロックじゃないんだ。違う。ああ、うん、え、だから、コムコーチ。コムロコーチ。コーチ、うん、コムロコーチ先生。はい。まあ、柔道のコムロが有名なのかな。へえ、うん。そうなんです、うん、柔道家です。柔道で柔術に移ってきて、うん、すごいその人波乱を起こした、へえ、うん、人だね。カムバック。そう、なんかね、その人が得意とした腕固めが、腕固め、まあ、なんて言ったらいいんだろうね、あれね、もう、海外だったらアームロックって言われる、アームバーかな、スレッドアームバー一択になるんだけど、呼び名がどうしてもなんかよく分かんなくて、なんて言うんだろうね、正式名称はあれ、え、他に正式名称はあるんですか、それは。ないないんです。だからコムロックって呼ばれてる。そういうことか。そう。でも海外では普通にストレートアンドアイ。うん。うん。十字とかと同じ枠組みになる。うん。うん。うん。まあどういう技なのか、ちょっとそれを紹介しようかなと思います。うん、まずね、コムロックの形を説明します。コムロックっていうのは腕を抱えた形になりまして、こういう形。反抜きですね、こうやって。で、脇でしっかり抱えたものをこっち、こうやって襟しっかり持ちます。この時、間違ってもこう手前の方の襟を持たないようにしてください。で、こっちで持つと引っかかりができるんで、これだけで結構、こっちのプレッシャーがかかります。なんか見たことある。うん。で、これを、じゃあ腕を実際決めるにはどうすればいいかっていう話なんですけど、まあ、こういうのクローズガードとかから作っていって、まあ、ここをしっかりこう持つんですけど、まあ、この時に、ポイントとしては、こうやって肘が出ちゃってる状態で、こうやってベタ目の状態でこうやって腕組んじゃうと肘が出ちゃった状態で組むことが結構多いので、これ外されやすいです。うん、なんでこれ実際取る時はしっかり起き上がって、自分の前腕が相手の脇下にしっかりぶち当たるようにね、胸がしっかり肩とくっつく、まあ、これぐらいのタイト差があって初めて襟を取りに行きます。ギューするんですね。うん、でこれができたら膝を出す。おで逆の膝もこうやって出す。でここで相手の耳を挟むように、肩の裏を挟むようにして上に伸ばす。あ、俺こうすると決まる。おお、すげえ。まあ、横に倒しても決まるっちゃ決まるんだけど、決まりにくい。うん、浅いんですか。うん、実際決めるんだったら膝をまっすぐ90度あうわ痛そう。で伸ばすとお尻を上げると決まります。すごい決まりました。うん、ちょっと今日あれがね、白い道着だから肘の位置が分かりづらい。すいません、脱ぐ。白いっすよ。はい、はい、え、はい、もう頑張ってください。はい、まずさん、こうやって違います。ここしっかり持ちます。これぐらいの高さがいります。これがやっぱ低いとか、これはグッとダメですね。なんで、取るときに、クローズガードから取るとしたら、ちゃんと一回相手の手をマットつかせて、で、少し起き上がりながら、取ります。なんか首締まってないですか、これ。少し締まって、これ、あと、これがミスったとき、突っ込み締めっていう技もあって、ここしっかり出してきて、ここを押すと締めになる。へぇー。でも、後で締めです。あ、なるほど。うん。で、
ここに膝出してきて腰を踏みます。逆もこう踏みます。でここでこう絞ってもまあちょっと余裕あるよ。はい、これが90度立った状態で上がるとこんな感じで決まります。いいえ、結構激痛怖いですね。うん、重さので、これね、こうやって入っていった時に中で手をこうやって回す人がいる。ウィーン、そう、こうなるとオモフラットにいけるんだけど、とりあえずこれで頑張ってギュウギュウ絞っても決まんなくはなるよね。コムロックが決まりにくい。あ、全然大丈夫だ。こうやっても全然、あ、ま、ほら、あ、大丈夫、決まんなくなる、ね、これ腕の角度もう一回ちょっと見やすいところで見てもらうと、これで蹴って手を出して、うん、この角度もね、お、決まんないね。テンションずれてる、違う、ずれてるんですね。うん、ずれてる。これを元に戻します。え、うん、元に戻す方法がある。戻さなくていいっすよ。いや、もう、あのね、まずここで何をするかと言いますと、肘をついて、エビをして、で、伸びていく。おぉ、ここで、トップ決まります。うん、何の肘を持つんですか。いや、決めますなかった。これが悪い。うん、これなんでこれこんな風に決まるのかって言いますと、まあ確かに小指はひねったままなんだけれども、こうやってひねったままで決まんないんだけど、肘をついてこうやって肘に入れていることによって上から押してついていっちゃう。痛い痛い。で、ねじ込む。タップだと、ね、怖い、うん、こうなると決まります。肘っていうのは悔しい。こうやってなってると、まあ、こっちは曲がる、よく曲がる。だから角度的にはこう決めようと、こう決めようと思うとやっぱり決まるの、うん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 、じゃなくて肘をついてこっちに移動、お尻をこっちに出して、お尻をこっちに出して、で肘をついて移動することになって、手がこのここに来る。うわ、また嫌な位置に。だから鍵盤がギリギリの状態でここに来る。で、ここにテンション。あ、もう痛い。パキって言った今。それじゃ決まるでしょ。よくなんないじゃん。うん、だからそれをしてんねん。あんたって肘伸びないくせに。お前も肘伸びない。同じのくせに。うん、まあ、こうやって決めてんねん。してた。はい。でもね、これでも、まあ、ベンチ頑張る人いる。まあ、俺とか、ね、決まらない人とかいるじゃん。はい、そういう人のためにツッコミ締めが。ツッコミ締め。ツッコミ締めが。なんでやねん。OK、やってみよう。ツッコミ締めは、まあ、こう入ったときに、あ、やばい、これこう入ったときに、これ、こうやって決まんない、あ、決まんないわって思ったら、ここに手入れて、指しっかり入れてきて、ここでパンチする。でも、ここでパンチすると、やっぱ角度計もバカじゃないから、これ、あ、まあ、バカだった。ああ、バカだったですね。これで、こうなったら OK です。OK、OK、OK。頑張って対抗してきてくれた。俺の首の方が強いけどね。でもこれやっぱり向こう向いちゃった方が楽。あ、これ閉まっちゃった。まあ、こっち向いたらほらちょっと浅くなるんでしょ。うん、これは浅くなる。でもこれを逃がさないためにこっちのさっきここに乗せた足をここにかけて、おお、でかかとと手で挟み込むと首だけこうやって突っ込み締めが、かかとと手で、あ、嘘、あとこれで、三方向からテンション。こうすると、ちょっと短いけど。襟二つと、襟二つ、襟二つ。引き戸のラーは、穴二つ。よし。合ってました。合ってました。え、やったわ。なんでそれ。ことわざ、うん、なんか、二つ感があったから、うん。マジっすか。マジマジ。え、マジっすか。後で調べて。え、マジっすか。すっげえ。毎回、下にピコンで出せよ、これ。え、え、な、何でしたっけ、本当は。人を乗ろうは、乗ろうは、話すかつ。へ、え、ぇ、ー、うん、そう、そうなんですね、すげえ、はい、はい、いろんな人が乗ろうってきたので、まあ、いろんな返しが来ますよっていう。ルルルルルルルって、ね、はい、というわけです。今回このコムロック、かなり強力な技なので、ぜひこれお試しください。あ、肘、こうじ、こう伸ばされて、ね、結構悩んでる人もね、いると思ったので、ちょっと今日は紹介しました。ではまた。かんちゃん、賢くなったよ。
最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録と SNS のフォローもよろしくね。